ジャヤプラは、インドネシア共和国パプア州の州都、ニューギニア島中北部にあり、ヨススダルソ湾に面する。面積は935.92平方キロメートルで、人口は2014年時点で、約31.6万人である。西に、ジャヤプラ県、南に、ケーロム県、東にパプアニューギニア、北に、太平洋に面する。ジャヤプラは、 インドネシア領ニューギニアで最大の都市である。センタニコの近くにセンタニ空港がある。高速道路が国境近くのスコーを経由して国境の向こうのバニモにつながっている。ジャヤプラと西のサルミを鉄道でつなぐ計画がある。さらに伸ばしてマノクワリアソロンまでつなぐ計画もある。この計画は2030年までに完了する予定である。ジャヤプラの南。 ベッドデビ島のトバティ族の集会所オランダに征服される。前は、この土地はヌンバイとして知られていた。1897年から1905年の間が、最も貿易が盛んだった。香辛料やキャッサバ、魚の使用漬け、風潮が取引された。ヌンバイの社会は、オンドアフィが率いた。1800年代は、ヌンバイは、テルナテ王国と関係を築いた。 1909年9月28日、ヌンバイ川川口のフンボルト湾にオランダ海軍が現れた。彼らの任務はニューギニア島北部を組織的に探検し、オランダとドイツの自然国境を探すことだった。川沿いに築かれた彼らの宿営地はクルーフキャンプと呼ばれ、現在もジャヤプラの古い地区に名が残っている。宿営地を作るために40本のココナッツの木が、 切り倒された。木はオランダの通貨と交換された。1910年3月7日、オランダ国旗が掲げられ、ホーランディアと改名された。湾の反対側にはドイツの宿営地があったが、現在はインドネシア領の無人地帯になっている。ホーランディアはニューギニア島西部の東北部の名でもある。1962年までこの名が使われた。1942年、 オランダ領ニューギニア北部を日本軍が占領した。太平洋戦争中には激戦地となった。1944年当時、ここは旧日本軍の拠点で一時は陸海軍契約1万4000人の兵士がいた。1944年4月21日、南西太平洋方面連合軍司令官ダグラス・マッカーサー大将率いる連合軍が上陸し、 ホーランィアの戦いが発生した。激戦の末、日本軍は敗走した。ホーランディアの疾患は、絶対国防圏の一角が崩れたことを意味していた。マッカーサーはここを1945年のフィリピン攻略の足がかりとした。20以上の米軍基地が建てられ、50万人以上のアメリカ兵がここを通過した。太平洋戦争終戦後、ホーランディアは、 オランダ領ニューギニアの首都とされた。1962年10月1日、国際連合の管理下でインドネシア語のコタバルに解消された。1963年5月1日、インドネシアに統治が移ってもその名称は引き継がれた。それから、スカルの大統領にちなんで、 スカルナプラと再解消されて1968年末まで、そう呼ばれたが、翌年に再再解消されて、現在の名称になった。1998年、1998、パプアニューギニア地震で発生した、アイタペ津波で被災した。ありがとうございます。